ヤヌス・クソチンスキーでも、非公認ながら19分02秒6の世界新記録を叩き出し、好調なままオリンピックを迎えた。オリンピックでは1万メートルに出場。フィンランドのボル、マリインソイコールホロトラウリ・ビルタネンと激しい競り合いの末、シーズンベストの30分11秒4で金メダルを獲得した。クソチンスキーは、1934年の ヨーロッパ選手権の5000メートルで銀メダルを獲得した後、現役引退を決める。しかし、1939年にはポーランド選手権で復活し1万メートルで優勝した。第二次世界大戦勃発後、クソチンスキーはポーランド軍に志願。ナチスドイツの攻撃で二度の負傷を負った後、1940年3月26日、AB 行動中に、 ゲシュタポによって捕らえられ、3ヶ月後にワルシャワ郊外のパルミリーにおいて殺害された。ありがとうございます。